皆さんどうもこんにちは、ガクです。本日は10月24日からやってきたアーセナルクラブパック徹底解説やっていきたいなと思います。ついに待ちに待ったクラブパックやってまいりました。まさかのアーセナル一クラブのみという展開ではあったんですけど、まず一クラブ目がやってきてくれたことで今後に期待もできますので、今後のことも含めてこの動画でがっつりまとめていきたいなと思います。目次としてはこんな感じ。買うか迷ってる方もこの動画を見ればある程度考え整理できると思いますので、ぜひ最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。でまずですね、大前提としてこのクラブパック、昨日のガチャ動画でも言いましたけど、急いで買う必要はありません。理由はこちらの2点ですね。特にですね、これ2つ目が大きいんですけど、先日ですね、公式からのプレスリリースで世界大会の開催が発表されて、他のメインパートナーのクラブパックも出る可能性高いと思ってるんですよね。なので最短でも来週木曜の更新は待ってから購入するのでも全く遅くありません。無課金美課金の人はどこでコイン使うか超大事だと思いますので、慎重に判断していきたいですね。でその上で今回のパックの構成を改めて確認すると、初のブースター2個持ちのアルテタ監督にアーセナルのハイライトが11名ついて1500コインとなります。ハイライトはですね、当然アーセナル所属の選手たちなので、イーフットボール始めたばかりの方にとっては魅力的だと思うんですけど、ぶっちゃけある程度イーフットやってる人からすると、そこまで魅力は感じないかな。なので基本的にはこのパックはアルテタ監督がどれだけ欲しいか、ここをメインに判断するようにしてみてください。正直ですね、1500コインで監督1人って考えると、わー高いなーって思う方多いかもしれないですけど、アルテタ監督に関してはロンカン最強監督といっても過言ではないぐらい優秀な性能ではありますので、僕の中ではそこまでコスパ悪くないんじゃないかなって思ってますね。で具体的にですね、アルテタ監督がどんな性能かというと、今回ロングカウンターのチームスタイル適性88で、ブースターは瞬発力とボールキーププラス1、ブースター2個持ち監督は今回が初めての搭載となりました。で改めてですね、このチームスタイル適性88だと何がいいかっていうのを簡単に初心者の方向けに解説すると、この適性値が高いとスカットにいる選手たちの能力強化度っていうのが変わってくるんですよね。現環境最高数値は88で、88のチームスタイルを選ぶとこんな感じで能力が強化されるんですよ。もちろん個々の選手の能力っていうのも大事なんですけど、全員にかかる効果になりますので、まずは自分が使っているチームスタイルの適性88の監督を買うっていうのはもう大前提になってますね。で今ですね、それぞれのチームスタイル別で買える監督でいうとこんな感じになりますね。実はアップデート前までロンカンだけ88の監督が買えなかったので、待望の登場になったんですよね。正直ですね、このチームスタイルに関してはそれぞれの好みがあるので、どれが最強っていうのは一概には言えないんですけど、今の環境的には僕はショートカウンターよりもロングカウンターの方が万人受けして使いやすいと思ってて、事実僕もガチ使ロンカン使ってますので、ロングカウンター適性88の監督持ってない方にとっては今回が大チャンスになってるんですよね。でちなみにですね、過去に唯一ロングカウンター適性88で登場したのがユーロフランスパックのデシャン監督になります。出た時もかなり話題になったんですけど、この監督はロンカン適性88のブースターはスピードプラス1でした。でデシャンとですね、アルテタどっちが強いかっていうと、これは結構派閥分かれそうですね。正直スピードっていう能力がどのポジションにおいても大事な能力なので、スピードプラス1の方が汎用性高いからデシャンの方が強いでしょって意見もめちゃめちゃ分かるんですよね。なのでもはや好みではあるんですけど、僕はブースター2個好きの方が魅力は感じますし、瞬発力もある程度汎用性の高い能力だと思ってますので、どっちかというとアルテタ派かな。課金できる方はデシャン持ってても僕は買うべきなんじゃないかなって思ってますね。なので前置き長くなっちゃったんですけど、このパックを買うべきかってところで言うと、まずアーセナル好きな方絶対に買いましょう。ハイライトのアイコンもめちゃめちゃかっこいいですし、アルテタも環境最強クラスの監督に一気に駆け上がったので買わない理由がないと思います。プレちゃんのりょうくんも買うはずです。そしてそれ以外の方はメインで使ってるチームスタイル別で判断してみてください。まずメインをロングカウンターで使ってる方、パターン別にまとめるとこんな感じですね。やっぱりデシャン監督を持ってるかどうか、そこで判断が変わると思いますので、この表も見ながら冷静に考えてみてください。そしてロングカウンター以外を使ってる方、
まあこんな感じになるかな。まあさっきも言った通り現環境ロングカウンター強いので、適正88の監督を持ってなければ、まあ一人持っておくっていうのは大事なんですけど、それよりもメインで使ってるチームスタイル適正が88かつブースター2個持ち監督の方が優先度は高いので、ロングカウンター以外だったら一旦様子見が安定になるかなって感じですね。まああとはですね、いくつかリスクで言うとこの2つになりますかね。ロンカン88の監督単体パックが500ポイントから今後登場したりとか、ロンカン88の例えばブースタースピード瞬発プラス1とか、より魅力的なブースター2個持ちのクラブパックが登場する。まあこのあたりはちょっとリスクですよね。まあ実際ですね、昨年のクラブパックでもインザーギとピオーリが同じショートカウンター適性85でブースターだけ違うパターンっていうのもあったんですよね。まあ、っていうところも含めると、さっきも言った通り他のクラブパックの様子を見てから判断するのが部課金美課金にとってはいいんじゃないかなって思ってますね。まあそんな感じですかね。ちょっと長くはなりましたけど、パターン別で分かりやすくまとめられたと思いますので、自分がどれに当てはまるかでぜひじっくりと考えてみてください。ということで、ここからはハイライト11名おすすめ育成がっつり見ていきましょう。まずは第11位、 A 評価ダビドラヤ。現実では素晴らしいゴールキーパーなんですけど、ゲームだと身長面からだいぶ厳しいんですよね。能力は普通に優秀です。過去版と比べても1のブレントフォード時代から乗り換えてもいいですけど、それ以外は後半も含めて乗り換えなし。今回アイコンはいいんですけどね。第10位、 A プラ評価レアンドロ・トロサール。少し前のアップデートで逆足精度最高になってからは初登場。まずハイライト自体珍しいので、アーセナルスカット作ってる方とかはぜひ育成してほしいですね。足元中心にバランスよく能力の高いスーパーサブチャンスメーカー。スピードとフィジカル低いのが惜しかったですね。アイコンは僕は一番好きです。5番はですね、2枚での比較、1から乗り換えで、2は能力完敗なので乗り換えなしですけど、スキル追加したいなら今回もありですね。3は乗り換え安定、後半はですね、4乗り換えの5乗り換えなし、6は習慣なので迷いますけど、スキル優秀で能力も高いので乗り換えなしでいいかな。ハイライトの中では5の次に強いバージョンではありますので、がっつりスキル追加したい方は今回を選んでみてください。第9位、 A プラ評価トーマスパーティー。攻守バランスいいボックスボックスで、フィジコン85と当たり負けない強さがあるのも大きな武器。意外とですね、こういうゴリゴリタイプの中盤持ってない人も多いと思いますし、普通に悪くない能力値ですよね。ただつけたいスキルは多いのと、瞬発スタミナ低めなのがちょっと気になります。それこそ過去版はですね、少し守備系落ちるんですけど、スピード瞬発や足元パスは高かったんですよね。1、2までは乗り換えてもいいと思うんですけど、正直3以降は持ってたら今回育成しなくてもいいかな。後半を見ても能力下がっちゃってる影響で、過去版持ってればそれで十分です。第8位、 A プラ評価カイハバーツ。僕もですね、アップデート来てからショータイムよく使ってますけど、現環境に合った選手ですよね。足元優秀かつフィジカルも最低限あるので、ゴリゴリいける2列目からの飛び出し。今回決定力トップ強化で4振りするだけで85乗ってくるのが嬉しいポイントですね。スキル追加はダブルタッチ1投に結構大変です。ぜひ無印の CF や OMF で使ってみてください。過去版との比較はこちら。まあ、正直今回評価で微妙かな。1、3はギリ乗り換えてもいいと思いますけど、2、4は乗り換えなし、後半は5乗り換えの6、7乗り換えなし。基本的にはスキル追加できない習慣から乗り換えてもいいかなと思うんですけど、7の CL 習慣能力強化結構エグかったので、まあ、ここだけは特例で乗り換えなしってイメージですね。第7位、 A プラ評価ユリアン・ティンベル。ティンベルはセンターバック登録のオーバーラップなんですけど、サイドバック向きに育成するのがおすすめですね。ディフェンスだけじゃなくて、しっかり脚力にもポイント振って、ディフェンシブつけたサイドバック起用が安定。ちょっとスタミナ低いのはネックですけど、能力値は全体的に優秀ですよね。スキルは守備系はほぼ揃ってますので、エアバトルだけつければ守備系は完璧。残り4枠はパス系などをしっかりとつけてあげてください。初期からセンターバックに両サイドバックまでできるのは初心者の方には最高です。で、過去版との比較がこんな感じで、今回の特徴としてはこちらの2点になります。やっぱり両サイドバックできるのは優秀なので、1、2乗り換えの3はまあ絶妙ですけど、僕だったら乗り換えないかな。後半はどちらも乗り換えなし。こう見ると5の習慣スキルも揃ってるし、かなり強化されてましたね。第6位、 A プラ評価ウーデゴア。裏総合値101超えのテクニック型プレーメーカー。足元グラパー90超えつつ、決定力までバランスよく攻撃面は何でもできちゃうタイプですね。もうちょっとスピード瞬発欲しかったのは本音ですけど、アップデートでスピードは強化されましたし、今までの腕ゴアの中だとだいぶ強いバージョンになってると思いますね。OMF、CMF、右ミッドフィルダーなど中盤で使ってみてください。実
際過去版一角を見てもだいぶ能力優秀ですよね。1枚目は全部乗り換え推奨、2枚目も全部乗り換えで OK で、3枚目もこれ乗り換えちゃっていいんじゃないかな。このガチャでは唯一過去最強バージョンのハイライトとなっております。第5位は A プラ評価カラフィオーリ。いやこれもアイコンかっこいいね。アップデートで登録ポジションがセンターバックになったんですけど、今回左サイドバック起用想定のこんな育成にまとめてみました。まあ、正直サイドバックって考えるともうちょっとスピード瞬発欲しかったんですけど、その代わり身長が 188cm あってフィジカルまでしっかり持ち合わせますので、ディフェンシブつけて左サイドバック起用したら結構強そうですよね。スタミナは低いのと、スキルでマンマーク、ブロッカー、闘争心、ここはマストでつけてあげてください。アコバンとの比較はこんな感じ。丸1乗り換えの丸2丸3は乗り換えなしです。第4位、ここから評価1つ上がりまして、 A プラプラ評価ベンホワイト。いやホワイト相変わらずいい能力してますね。攻撃的サイドバックではあるんですけど、サイド CB での起用も想定して守備厚めに育成してみました。もし攻撃的でがっつり使うのであれば、守備少し落としてドリブルやパスに打ってみてください。守備系はしっかり高いし、スタミナ95あるのはホワイトの武器ですよね。まあ、この後ね紹介するサリバなんかも強いですけど、このパックの強みはディフェンスの選手たちをしっかり補強できるところだと思ってますね。タコバンとの比較はこちら。前半は全部乗り換えでいいかな。スピード瞬発一等に能力今回が最強なのと、波小さいに変わってるのも特徴です。で後半で言うと丸5丸6はまあ能力微妙なんですけど、僕だったら波小さいになってるのも含めて乗り換えちゃうと思いますね。逆に丸7丸8は乗り換えなし、丸8の習慣と比べるとディフェンス能力が今回のが高いので、センターバックとかディフェンシブつけたサイドバックだったら今回でいいと思うんですけど、純粋な攻撃的サイドバックなら丸8の方がいいと思いますので、うまく使い分けをしてみてください。第3位は A プラプラ評価ブカヨサカ。今回2つの育成の方持ってまいりました。まずは最大総合値型、この振り方で総合値100到達。この育成でも全然やれると思いますので、見栄えも重視したい方はこの育成を参考にしてみてください。でおすすめ育成はこんな感じですね。せっかくフィジカルもあるタイプなので、フィジコン70の伝え育成にしてみました。まあ、ダブルタッチ一等にねがっつりスキル追加しないといけないのはあるんですけど、スピード瞬発ドリブルだけじゃなくてパスや決定力もあって何でもできるのが坂の魅力ですよね。ウィングだけじゃなくて両サイドハーフに音的性もあることで汎用性高いのも注目です。あとライブアップデートがバグレベルに。で過去版はですね2枚での比較になります。丸1丸3丸4乗り換えなしの丸2乗り換え、後半は丸5丸6は乗り換えるかな。まあ、正直能力だけで言えば全然習慣の方が高いんですけど、ダブルタッチつけられるかどうかっていうのは大きな差なので、まあ、同じウィングストライカーからだったら乗り換えちゃうかな。逆に丸7はクロスアート超珍しいので両方とも残しておきましょう。第2位は A プラプラ評価デクランライス。なんだかんだ現役でこの守備能力と高さを持ち合わせるボックス2ボックスってなかなかいないですよね。しかもこのガチャでは唯一通常よりもレベル上限の高い超強化枠となっております。足は決して速いとは言えないですけど、ボールの取り感はピカイチ、パス数値も最低限あることで奪った後の展開力もある安定感も強み。ただカチスカで使う場合はワンパスルパイアバトルまでマストでつけてあげてください。過去版からはプレイスタイル変わってるものの、波小さいになった上で能力も基本的には高くなってるかな。スキルもついてますし、前半は乗り換え推奨です。で2枚目は全部乗り換えでいいかな。丸5丸6は習慣なのでグラウンダーパスや足元など大幅に負けてるところありますけど、守備能力やスピードは今回ですし、スキル追加含めて僕は今回のが魅力的だと思ってますね。逆に3枚目は丸7丸8あたり持ってたら今回無理に育成しなくてもいいかな。丸9は好み、足元パス決定力までバランスよくあるのは丸9なので、 CMF で使うなら丸9、 DMF なら今回みたいな感じでうまく使い分けをしてみてください。そしてラストは S 評価ウィリアムサリバ。2つの育成の方持ってまいりました。まずはサリバに関してもこの育成で総合値100乗せることができますね。おすすめ育成はこんな感じ。まあハイライトの中だとこれ頭一つ抜けてますよね。ディフェンス系オール90超えながらスピード90のフィジコン90で身長193cm、 いやえぐいわ。まあ、ジャンプだけ低いので空中戦の不安はあるんですけど、僕ね結構マッチパスサリバ試してて普通にガチ疲れゴリゴリにやれたんですよね。まあ、もちろんね、あの B 固定のトップクラスのセンターバック持ってたらそんなに使う機会はないと思いますけど、今までのサリバ持ってないならサリバとアルテタ監督で1500コインの価値ぐらいはあるんじゃないかなって思ってますね。で気になるのが過去版との比較、丸1丸2は乗り換えなさそうで、まあ、丸3はほぼ同じかな。丸3持ってたら無理に今回獲得しなくてもいいと思います。で後半はエピック族ハイライトとマッチパス特典なんですけど、まあこれは明確にどっちも乗り換え
替えなしですね。まあ、なのでマッチパスでサリバ取っちゃってる方に関しては、まあ、シンプルに監督を1500コインで買うかどうかって話になってきそうですね。はい、ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。ちょっと長くなっちゃいましたけど、パターン別でガッツリ行かせてもらいました。頑張って動画作ったので参考になったなって思ったら高評価よろしくお願いいたします。今後もですね、違うクラブのパックなんかも出たらこんな感じでしっかりとやっていきますので、よかったらチャンネル登録してお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。